か、あるいは蹴ったとか、うん、あるいはその、まあ、頭でついたとかっていうんですか、うんうん、そういうことってのは一切例えばないそんなの、あの事実無根だしね、はい、もう堪忍袋のない切れだと。じゃあよろしいですか、いいですか、はい、まずですね、順々にもう一度また忙しくてちょっと、はい、急に来たんで、上着着てなくてどうもすいません。まずですね、今フライデーから、まあ、告訴という形で、まあ、出されていると、はい、この状況に対しては、萩原さんとしてはどんなふうに。ごめんなさい、ちょっと耳が遠い、はい、告訴が出されたということなんですがね、はい、このことについてはどうでしょうか、萩原さん。今日何か、ワイドショーを見てましたけど、全くその一方的で、先ほど、熊代師匠であったり、その連城先生であったり、高田先生であったり、皆さんから聞いたと思うんですけど、一つお願いしたいのは、僕はあまりね、その弁解気味とことを言うよりも、現場にいた方がね、一番よく知っているんで、僕がこうやって出るっていうのがね、なんか雲隠れしているとか、そういうふうに思われるのが嫌で出てきたんですけれど、できる限りその、諸先生方が言ってることを使っていただきたいんです。ですから今皆さんから事情は大体伺って、はい、大体分かります、はい、で現在そういうふうな状況に置かれてる、それじゃあ萩原さんとしては今どういうお気持ちでいらっしゃるんですか。いや気持ちも何もそんなことがないんで受けて立ちます。受けて立つ。つまり、はい、傷害罪で訴えられたということについてはどうですか、ね、感想は。いや、気分悪いですね。本当に。具体的に聞くとね、はい、証券はその相手を殴る蹴る、まあ、かなり暴行を働いたってことになってるんだけど、その部分はどうなんですか。いや、だってフィルムを取り合ったということでね、うん、そのぶつかったり何かしたことはあるかもしれませんよ。それでその一番冷静な監督、そしてその連城さんが、皆さんは警察を呼べと言ってくれたんだし、はい、そこでその三浦プロデューサーが話を設けたいと、で向こうもそうしてくれというふうなんで、その通りになったんですけど、それでその30分も僕はその中にいませんでしたよ。確かにフィルムを取り合ったということは事実ですし、はい、そのためにその手もなんか切れたんですけどね、それでそのまあ、これは福屋のおかみさんに聞いていただければ分かるんですけれど、はい、まずはバンドエイドを用意してくださったんですけど、はい、それをしないで、手を洗いに行って、はい、もしかしたらカメラのガラスでも入ったら困るんで、はい、それでタオルを貸していただきましたと。それで僕も興奮していましたから、はい、僕も興奮していましたからそこにいたんですけれど、三浦さんが皆さんがいるというので、ええ、上に上がってくれと、ええ、それで、フリーのカメラマンの方だったんで、はい、編集長でしたっけ、編集長最終的に来たのが、いやいや編集長の判断がないとフィルムを渡せないと、うん、渡せないと、はいはい、だからそれまで、はい、そのフィルムは渡せないからと、来るまで、来るまで、はいはい、それで僕は興奮していましたんでね、高田先生と僕と上に上がってって、大室ですね、仕事部屋に上がってったという次第なんで、はい、そのタオルのねところで、今日の今もう1時間ちょっと前になりますけど、うん、そのタオルを巻いてきてまた部屋に戻った時に、うん、もう一度そのを殴られたと、うん、でそれが例えばそのままですね顔のところですかあさって、うん、でそのままその失神に近い状態になってしまったというフライデーの編集長の記者会見ですがすこの辺はどうですか。もう元気にされてますけどね、最後にまとまる、彼はね、1メートル心が痛いですって言ったんですよ。そのなんだ相手の男っていうのはね、お前ね今どう思ってるんだって聞いたら心が痛いですって言ったんですよ。その男は分かりました。それでその時にと今その編集の話があるわけですから、それはそういう証言です。それとね、その現場にいない人間がね、その電波というその、はい、ところでね、はい、ああいうふうに記者会見されると僕もね、ええ、そのまあ両親はもういないんですけど、
兄弟であったり、まあ義母であったり、まあ本当に真剣に付き合ってる恋人もいますし、で恋人のご両親であったり、その困るんですよね、うんうん、本当に困るんですよ、うんうん、ただあの事実無根だしね、はい、ああ俺は男だから、あの皆さんの前でね、そのつまらしたり何かことできないけど、あまりヘラヘラ笑ってんでもね、うん、もう堪忍袋の方が綺麗だと、うん、それは本日あります。だから受けて立ちます。で、あの警察の事情聴取があれば、あの福屋のおかみさんも中に入っていただいたんだし、実際にカメラをその預かっていただいたあの本人ですしね、いくらでもやります。時間をかけてでもやります。本当に憤慨しています。証券がですね、その何ですか、こう手のひらなんか知らないけど、うん、その部分を巻いてね、うん、それをこう殴るためにその巻いて出てったわけじゃないのね。それでなおかつですね、殴る蹴るっていうことになってるわけだけれども、そういったことは全くなかった。続きを入れたり、そのある新聞では回し蹴りがあったり、うんうん、本当に続きを入れたり、そのある新聞では回し蹴りがあったり、本当に証拠がその怪我したというのは手のどの辺なんですか。もうあれですけど、少し残ってたら、すぐ冷やさないとね、やっぱり冷やすというか、こうチャックかなんかでこう切れたと思うんですよ。かなり血が出たんで、うん、そのガラスっていうのは何ですか、ガラスで怪我する。いや、ガラスかもしれないと思ったら血が出たから、あのカメラのね、うん、それで手を流したことは事実ですけど、そうすると萩原さんとしては、あの自分の中でね、例えばその殴ったとか、あるいは蹴ったとか、うん、あるいはその、まあ、頭でついたとかっていうんですか、うん、そういうことってのは一切、例えばない、そんなの、うん、あの行為として、うん、意識して例えばそれに殴ったとか、うん、蹴ったとかってことはもちろん、ね、ないって意識してはやってないってことですね。それとね、やはりその殴られた、じゃあ殴られたと言われる張本人がやっぱりね、記者会見に出るべきだし、うん、そうですね、例えば揉み合ってるうちに偶発的にしろね、まあガーンとやっちゃったっていう記憶みたいなのは残ってない。それはお互いに興奮していましたし、向こうもねひっちゃきだしね、それは当たったかもしれない。だけど本当にわからないよ、そんなこと。それはあくまでそのフィルムを取り上げようという行為の中でその生じたことであって、はい、意識的にその顔を殴ろうとか、から足で蹴飛ばそうとか、そういうことは全くなかった。全くない。それとお前らなんだと、最初に僕がそのフラッシュをたかれた時にそんなことも言ってないわけ。向こうからフライデーですって来たわけ。で、僕はニコニコしながら首玉を捕まえたっての。普通バッと取って逃げるのが本当なんだけど、フライデーですと言いながら来たんだから、僕も本当に笑ったよ。だけど逃がすわけにはいかないし、うんうん、事実無根で証券らしいなと思うのは、そのどっちの目からくり抜いてやろうかみたいなことを言ったっていうのはね、いいセリフだよ。多分そのお互いにそのなんていうの、こう水かけろみたいね、こうバッ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 って言ったんじゃないかとは思うんですけどもね。そうね、そういう状態のね、言葉っていうのは、その僕も興奮しているし、ただそれは言ってないと思う。ぶっ殺してやりたいぐらい気持ちはあった、本当に。悔しかったし、いつもいつも合成でやられたんじゃたまらんし。そしてそれはですね、この前あのフライデーで一応あの賠償さんとの問題がやるくるアップされましたよね。ああ、それが下地にあって、また同じような状態になるのはたまらんということで、でそのフィルムを返した。つまり、賠償さんの名を…というのは、僕は恋人がいるから。恋人がいるんですよ、だから彼女に対する申し訳なさみたいなのもあったから、まあ、いわゆる賠償さんが引き上げ出されることの鬱陶しさとか。いや、鬱陶しいと、そういうことではなくてね、あの賠償さんも、その作品に非常に協力的だし、だからそういうことは思ってはね、ただそうやってやっぱり作られると困るんです、本当に。その
番匠さん自体もね、家庭をお持ちで、僕自身も本当に真剣に付き合ってる恋人もいるし、まあ、ちょっと恐縮なんですけど、この問題とはちょっと離れちゃいますけど、なんかその後また写真週刊誌、またなんか別のフォーカスですか、にこう出たりしたのが ありましたよね、その後、番匠さんとの。で、そういうようなことで、その例えば証券の中で、例えばそういうこう写真週刊誌というかね、あるいはカメラというかね、そこに対して非常にこう、なんて怒りというかね、そういうのは絶えず持ってた。それはあるんです、やっぱり。だって、威風映画祭といって、映画のためにみんなが、いろんなプロデューサーが、そしていろんな監督が集まってくれて、その中のパーティーの写真で、なぜかあの現場にはみんな出たんですよ。もう呆れて物が言えないし、ちゃんとやっぱり出るところに出て話して、そうしないことにはもう僕自身の腹も収まらんし、萩原さん、あ、ごめんなさい、まあ先ほどね、じゃあ受けてタスクをしちゃいました。それで具体的にどういう作戦というか、こう対応策を考えてるわけですか。何もしてない。僕は何もしてない。対応策というよりも、事実現場にいた人間が多いんだよ。じゃあみんなで殴ったり蹴ったりしたってことなのか。大の大人が何首揃えて止められないわけないでしょ、そんな。ましてその服屋のおかみさんまでが中に入ってくれて、それと高齢の年になるのにさ。それと先ほどのお客の先生がおっしゃってたんですけども、我々もそのまだ執行猶予の身であることを知ってたとおっしゃってますけど、証券自身もやはり知ってます。なぜ俺ばっかりそんなことするんだ。それは今再三話に出てる福屋のおかみさんっていうのはね、はい、おかみさん自身がこういう云々のことを知ってたかどうかは知りませんけど、はい、暴力をお振るいになると、うん、今本当に不利になりますからって、もう泣くような感じで彼にすがって言ってたんですよ。で僕は間に入ってて、で彼から2階に上がって僕は2人で話した時に聞いたんだけども、彼は全部その言葉も聞こえてたと言ってますからね。それはそうだったんですか。萩原さんとしてはそういうことの話っていうのはずっとこう絶えず、それは聞こえてる。それからもう一つ、その自分の中でやっぱりそういうこう何て言いますかね、気持ちを抑えようとか、あるいはその逆にその暴力を振っちゃいけないというふうに、例えば自分自身をですね逆に抑えようと思った部分はありますか。常にある、毎日ある、毎日ある。大体いつか、ちょっとまあ証券としてはですね、とにかく自分にやましいところはないと、自分のその恋人のためにも、から、まあ、自分の周囲の人たちのためにも俺は戦うということですね。あ、やります。それからその受けて立つというふうにね、今萩原さんおっしゃったんですが、その桜井さんとして受けて立つ以外に、さっきのその逆告訴という意味合いですね。これはもちろん萩原さんもそれを了解という。基本的に会社としては物事やりますよ。以上です。大体。ごめんなさい、萩原さん。つまりその執行猶予中でね、まあこういう形でまた一つその裁判沙汰みたいな事件が起きたりしたら、不安は、つまりその執行猶予中の証券どうなるんだっていう心配は絶対あるんですけれども、そのことに対して今ご自身何かおっしゃりたいことございますか。不安の人にはね、いつも心配をかけて申し訳ないと思ってる。それ申し訳ないと思ってる。でも、ことがことなんで、謝ることと謝らないことってぐらい俺は分かってるし。なんで俺が不安に謝らなきゃいけないんだ。だから心配かけてるということは確かに申し訳ないと思うけど。以上です。よろしく。